小さな図案から四つ切りサイズの版画を作る方法です。今日はまず下絵の写し方です。 A5 サイズの図案を描きます。それを 200% に拡大コピーします。A3 サイズになりますから、それと同じサイズのトレーシングペーパーに重ねて濃い鉛筆でなぞっていきます。図案がなぞれたらクリップを外します。そして半にする板の上に裏返しに置きます。ここでは SP 版 A3 よりも少し大きい板を使っています。はみ出たところにセロテープを貼って固定したら、赤鉛筆で先ほど描いた線の上をなぞっていきます。こうするとどこがなぞったところかよくわかります。めくってみるとこんな風に下絵が写っています。全部写し終わったら鉛筆でなぞっていきます。この時に少し修正をしていきましょう。これで左右反転して板に写すことができました。